今日の朝食は、なんていうんだろう、このパンは。なんか味付いてるやつだなと思うんですけど、それと、リンゴと、ベリーのジュースです。ごめん、思った以上に長くなっちゃった。いや、悪いことしてない。いろいろ長引いただけで。どこが来た？だってあんた4時ってお母さんに言ったらしいから。すいません、お母さんも急いで来たんだけど。すいませんね。20分になったんだよ。あ、そうなんだ。じゃじゃん、ぬるくなっちゃったから、タオルかけておいたの。コーヒーありがとうございます。ちょっと待ってよ。コーヒーありがとうございます。そのために入ってきたから、帰ってきたから今日は。あ、すいませんね、なんか長引いちゃって。いいな、もう1時間ぐらい経っちゃったけど。本当ね、それここら辺がめっちゃ綺麗なんだよね、駅前とかさ。何もないのかな。あ、なんかでも一箇所イルミネーションしてる。あそこね。さすが喜多方、暗いから綺麗だわ。うん。お？なんかここもイルミネーションしてるじゃないですか。ここなんだろう。少し煙が出てる。であったのかね、本当に。うん、かなり煙っぽいもん。あぶち。消防車が。いや、結構、あ、結構大きそうだな、なんか。ここまでなんか赤いの見えるもん。そこでもな、なんかもう結構範囲広いのかな、そうすると。範囲が広いのかもしれない、もしかしたら。だってさっきの道のところからもう消防車とかいたからさ。あ、本当だ。結構範囲広いのかな。U ターンしましょう。うん。うわー、ひどいな。何軒か漏れてる感じかな、そうすると。さっきの道のところからだって止まってたよ、消防車。あら、うわー、ひどいな。ああ、結構ひどい。もうなんか何軒か燃えてる感じだね。うわー。お父さん、言えませんけど。大変なんだ、これ。これ、まあ、そう言っていいのか。結構規模がでかいね。警備員とかも出てて。すべきね。うん。警備隊は回りそうじゃないかも。そうだね。もう警察だね。うわ、すごい救急車とかも。うん。これかなり規模がでかいんじゃない？ね。うわ。ひどいな。ここだね。ここだ。うわ、結構何軒か燃えてる感じじゃない？本当に。うわぁ、森でしかね、もう煙がもうね、すごい。もうこっちまで来てる。なんとか公園、もうここら辺一帯煙。ここにも青木できたんだ。できたんだね。あれ、ここてっきり東山のとこだと思ってたら、ここは滝沢。あ、あれだよ、あそこ大宮さん。これ、あ、そっか。へえ、ここに青木ができたんだ。青木できすぎじゃない、若松。できすぎだな。あの、東山にもできたし、駅前にもできたし。ここが大宮さん。あ、俺が今本当に青木できすぎ。すごいな。今日の夕飯でございます。これが、あれか、たたき。ネギトロです。ネギトロです。と、こ
これがこの前のなんだっけ、豚肉、高級豚肉ですね。はい、あとは餃子とこれがあの例のあのなんだっけ、食べるラー油の違うバージョン、麻婆、あ、そういうタイプのね、液体っぽいのね、ペーストかと思ってた。これでほじくってね、食べるラー油の麻婆豆腐みたいな。いや、マーラーなんか、まあ、食べてみ、山椒がいっぱい入ってる。うまそう、すごい辛い、うん、すごい辛い。